馬刺しレンコンでしたよ。え、めっちゃファンですよ。ファン緊迫感が漂ってる時のシーンの再現をめちゃめちゃ面白くパロってんの。お疲れ様です。お疲れ様です。何見てるんですか今日。今ね、スギちゃん馬刺しレンコンでしたよ。え、めっちゃファンですよ。ファン。めっちゃ見てます。いや、なんか最近ツイッターで、はい、これ5月の末ぐらいに、はい、松田聡さんに届けっていうタイトルで、まあ、ツイートで、はいはい、つぶやいてる人がいて、はい、その人のやつを開くとこの馬刺しレンコンさん。おう。で、俺はそれを望んでるっていうタイトルやって何かなと開いたわけよ。そしたらダイエットしてるのに、はい、パフェなんか頼んでいいんかみたいなことを言って、お前一つでもパフェなんか食べたら、はい、後戻りできなくなるそれに対してこの馬刺しレンコンのタクエさんっていうのかな、はい、この人は俺はそれを望んでるってあの、おそらく俺のセリフそうっすね。これが秋山蓮として言った俺はそれを望んでるっていうセリフを、はい、あのセリフをそう、なんかスイーツの隼人さん、そう、隼人さんがスイーツを目の前にして俺はそれを望んでるって言ってんだけど、はい、これは俺はもう不覚にも吹き出したこれめちゃくちゃ面白かった。で、そっから辿っていくつかの動画を見てみたのね、はい、そしたら、あの神崎史郎がカードを渡すシリーズっていうのがあってそれも、あの、なんていうの、はい、龍騎を好きな人、その中でも結構マニアックなレベルで好きな人じゃないと笑えないような絶妙なことをしてるわけよ。そんな神崎史郎がカードを渡すねんけど、そのカードを渡すっていうのは仮面ライダー龍騎をなんとなく知ってるという人は、神崎史郎がカードを渡す瞬間って言われたら、カードデッキを渡して、要は仮面ライダー認定する瞬間のことなのかなと思うわけ。俺も多分、あ、そういうことなんやろなと思って開いたら全然違くて、仮面ライダー龍騎中盤以降37、8話、はい、で初めて出てきた風のカード、要するにサバイブのカード、ね、はいはい、サバイブのカードを渡す瞬間だから物語としては仮面ライダー龍騎あの1年間の中のまあまあ、はい、あの終盤に差し掛かった、もうどの回も結構緊張感なしには見られない、はい、シンジとレンの関係性も結構こうギクシャクしたものから、はい、こいつら本当に殺し合うんじゃないかっていう緊迫感が漂ってる時のシーンの再現をめちゃめちゃ面白くパロってんのなんかこう友達同士バーってやり取りしてて、はい、で、なんとかでかんとかで、そんなことないやろとかバーってやってて、カメラがパッてもう一回戻ったらカードを出してて、はい、ジリ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 みたいなあれがめちゃくちゃ面白くてね。スギちゃんも見てんの？俺見てますよ。もしかしたらあの人は、うん、あのバトルの参加者かもしれないみたいなシリーズあるじゃないですか。あれや、車に二人で乗って走ってて、はい、キーンキーンって飛び出してってやつそうそう、いやだから、まあ、題材をね、はい、龍騎を選んでくれてることも嬉しいんやけど、はい、見せ方がうまいセリフだけをこう引っ張ってくるとか、はい、そういうんじゃなくて日常生活の中に自然と龍騎の結構マニアックな設定を落とし込んでるから、はいはい、そのサバイブカードを手に入れて、はい、あの行くぞっていう感じで去ってったりとか、はいはい、でそれを友達はなんかワクワクして見送ってたりとか、もうわけわかんない状態になってんのにちゃんとなんか世界観が成り立ってるというか、いやこれすごいよね。コメントにありましたからね、馬刺しレンコンさん取り上げてくださいみたいな。え、コメント公式チャンネル、公式チャンネルのこの前あの俺ミュートしてるかもしれない、それ見てた時にあって、うん、馬刺しレンコンさんと一緒にやってほしいとかすごいあったんですよ。これ馬刺しレンコンさんってどこなんやろ、熊本なのかな。熊本、言葉聞いてると熊本の方なのかなっていう感じが、あーそんな感じで、確かにした。チャンネル登録者数10万人達成しました。いつも動画を見てくださってる方々本当にありがとうございます。すごっ、10万人やばいよな。傷つくことがあっても、これ示すもう意味が